カール・オルフ、カール・オルフ、カール・オルフ、1895年7月10日から1982年3月29日はドイツの作曲家、ミュンヘンに生まれ、同地で没した。カール・オルフは作曲家としてジャンルを特定させない、得意性を持っていた。オルフの作風は独自のジャンルを作り出しているからである。オルフ自身は自分の音楽劇をしばしば世界劇、 ベルシアター、またはテイトルームムンディと呼んでいた。オルフは軍人の家系で誕生したが、家族は早くから引い出た彼の音楽の才能を伸ばすことに協力した。その後、公立学校を中退。ミュンヘン音楽学校で学ぶ。初期の作曲、歌や還元楽と音楽劇の試みは、特にリハルト・シュトラウスによる身近な環境に影響された。オルフは、 ドビュッシーの音楽とメーテルリンクの著作に惹かれていた。その間、シェーンベルクの研究も続けていた。1915年から1919 19年までは、戦役のために短い中断があったが、ミュンヘン室内楽団、1917年と、マンハイムやダルムシタット、1918から19の劇場で、式キ合唱を等の指導した。1920年、 ハインリヒ・カミンスキー、ハインリヒ・カミンスキー、1886年から1946年に指示。カミンスキーはオルフより救歳年長で1930年代にベルリン音楽大学のマスタークラスの教授をした作曲でドイツバロック音楽復興に大きな寄与をした人物である。1920年代にオルフは舞踏教師のドロテー、ギュンター、ドロシー・ガンサーに出会い、 彼女と共に、1923年ミュンヘンに、体育、音楽、舞踏を教えるギュンターシューレ、ガンザーシュル学校を設立した。1925年、このギュンターシューレに参加して1936年まで音楽を教えていた。クルトサックス、カートサックスからの提案に従い、彼は、モンテベルディの劇作品を発見。オルフによる、モンテベルディのオルフォイスの編曲。 初演は1925年マンハイムは好評を博し、ドイツ語でのモンテベルディの舞台を復活させた点決定的なものとなった。オルフはモンテベルディの作品を通して彼独自の音楽言語と彼の音楽劇を特徴づけることになった。オルフの作品の基礎はこの時代に遡ることができる。ニブリテマネの音楽、ジェスティキアレイティブミュージックを当初からオルフは目指していた。 オルフにとって、フーガやソナタといった純音楽を書くことは不可能である。そういった形式の可能性はすべて18、9世紀に使い果たされてしまった。劇場音楽こそ未だ開拓されざる世界であり、そこに可能性を見出すことができるという。当時、オルフが最も興味を持って研究したのは、スイスの教育者、作曲家、エミール・ジャック・イコール・ダル・クローズ。 1865から1950の提唱したユーリトミックス、ユスミックス、ユーリズミックス、いわゆるリトミックの理論であった。ダルクローズは音楽教育の実践を提唱して20世紀のバレエに少なからぬ影響を与えた、例、ニジンスキー、クルトヨース等。一方、オルフはヒンデミットの提唱した実用音楽、ジーブラックスミュージックの理論に影響を大きく。 受けており、音楽教育者としてのオルフは、ユーリトミックと実用音楽のシステムによる、教育用の作品を書き始める。この頃、1930年オルフ35歳頃の作品が、教育音楽、ドクシュルベクであり、1950年から1954年にかけて、彼の門下のグニルト・ケイトマン、ガニルド・キートマンの協力の下で、全面的に改定レムジカ・ポいティカ、 むしかポタかにまとめられている。この教育音楽は、初歩レベルの子供たちが自ら、ミュージシャンとして、容易に、楽しく演奏ができるため、世界中の教育現場で利用されている。1937年6月8日、フランクフルトアムマインのシリーズ劇場で初演された、カルミナ・ブラーナ、カルミナ・ブラーナは、大成功を収めドイツ各都市で上演された。しかし、 第二次世界大戦の勃発によって、ドイツと他国との文化の交流が断絶したため、カール・オルフの名は、同世代のイベール、1890から1962、プロコフィエフ、1891から1953、オヌゲル、1892から1955、ミヨウ、1892から1974、ヒンデミト、 1895から1963等よりも国外で知られるようになるのは遅かった。結局国際的に名が知られるようになったのは1954年で、オルフが59歳頃でレコード化された後である。カルミナ・ブラーナの成功によって自信を得たオルフは出版社ショットに寄せた手紙の中で今までの作品すべて破棄してほしい。というのは私にとってカルミナ・ブラーナが 本当の出発点になるからであると記している。オルフの作品について言えるのは、火星、旋律、リズムの全てが単純さ、明快さ、力強さに溢れていることである。打楽器に対する執着は、原始的なバーバリズムを強く感じさせるものである。オルフは、事故の創作態度について、次のような発言を行っている。私が舞台作品を書くにあたって、 いつも古い素材、おとぎ話だとか伝説などばかり取り上げるのはなぜかという質問をよく受ける。私はそれらを古いものとは見なしていない。むしろ有効な素材だと思っているのである。そこには時間的な要素はもはや消失し、活力的なものだけが残されている。私はその活力を舞台上で伝えたいのである。以降は一種のチクルスで作曲しているのが、 特徴的である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。